でも合格させたつんくさんも、うん、佐藤は賭けやなって言ってました。つんくさんやっぱ面白い見えてんだね、まあ、天才ってのは0点はとなんで0点取ったことあるんです知ってるんですか。え今0点だねって言ったよね。天才だねって言って0点だねは言ってないよ。その前なんて言いました。これなんて言いました。見えてる見えてるんだねって。つんくさんはね今はこんなんだけど未来すごいことになるってちゃんとその未来が見えてるんだねって言ったのよ。衛星中継だった。